光療法とは一部の睡眠障害やうつ病に有効とされる治療法の一種である。また、生体リズムを整える効果があるとして、健康法の一種としても用いられることがある。高照度の光を浴びる治療法を高照度光、照射療法と呼ぶ場合もあるが、光を遮ることを治療法に盛り込む場合もあるため、ここでは光療法の呼び名で両者を合わせて説明する。 精神科医のノーマンイーローゼンタールを含む複数人のグループによって季節によって症状が出る時期と出ない時期があるうつ病患者の研究を行った成果として1982年に高症度高症者療法が確立された睡眠障害のうち特に外実リズム睡眠障害全般に有効とされている人間には明るい光を浴びると体内時計がリセットされ それと共にメラトニンの分泌が抑制され、一定時間後に再び分泌される。眠気を司るメラトニンの分泌タイミングを光を用いてコントロールすることで、外界環境と睡眠症とのズレを補正することを主軸とした治療法である。睡眠症抗体症候群は外部環境に対して睡眠症が遅れたまま進められない状態とされている。また、 非24時間睡眠覚醒症候群は人間が本来持っている25時間周期の睡眠周期を24時間周期の外部環境に合わせることができない状態とされている。考療法では気象直後に高照度の光を浴びることで外部時間に対する睡眠症の遅れや睡眠周期による生態リズムの遅れをリセットする効果を持つと考えられている。 睡眠症全身症候群は外部環境に対して睡眠症が進んだまま遅らせられない状態とされている。光療法では就寝前の時間帯に高照度の光を浴びることで睡眠症を遅らせる効果を持つと考えられている。また午前中にサングラスをかけるなどの方法で意図的に光を浴びる量を減らす治療を併用する場合もある。 認知症の睡眠障害に対して薬物を用いない方法では、抗療法が有効だとするランダム化比較試験が複数存在する。季節性上動障害のうち、陶器鬱病に特に有効とされる。陶器鬱病はセロトニンの欠乏による受容体の感受性が更新することが原因であるとするセロトニン仮説があり、高照度の光を長時間浴びることで、 これが改善されることによるものと考えられている。ただし、軽い層状態の場合は、想定する可能性があるため、光治療を避ける場合もある。抗療法は、引節性のうつ病の治療にも有効であることが実証された。2016年の引節性情動障害への光療法の効果を調査したメタアナリシスでは、有効であるものの証拠の質は低い。 2018年のレビューでは6研究で合計359人の参加者が見つかったが大部分は成人を代表する年齢層ではなかったため老年性の引き節性うつ病に効果があるとされた。抗うつ薬のベンラファキシンだけより抗療法を追加した方がより抑うつ気分の改善し、また効果の発言も抗うつ薬だけの4週間から2週間へと早まった。 接触障害では気分と接触行動を改善する可能性があるが長期的な有効性を調査した研究はない。新生児黄断を治療するための白色光光線療法を受けている新生児光療法は光照射によりビリルビンを異性化させたり新生児が尿や瓶を介して排泄できるような化合物に変換させたりすることによって新生児黄断の治療に使用されている。 新生児横断の一般的な治療法はビリライトである。焦度と時間については諸説があり、医療機関によって指示される焦度と時間は異なるが、2500ルクス以上で有効との意見が多い。しかし、実際の治療では5000から1万ルクス程度の焦度を30分から1時間程度照射するケースが多い。有効、無効に個人差はあるが、 有効の場合は数日マイナス2週間程度で効果が現れると言われる。また、改善した状況を維持するため、効果発生後も定期的に実施するように指示される場合もある。自然光でも良いが、光の照射時間を変えられる、点、照度調整が可能である、点、室内使用可能である点などから、治療目的では人工光が用いられるケースが多い。 自然光を用いる場合、特に健康法を目的とする場合、朝日を浴びるという表現が用いられることがあるが、曇り空は約1万ルックス、雨空であっても約5000ルックスと、光両方としての照度は十分あるため、必ずしも日光を浴びる必要はない。無論、約1万ルックスの照度を持つ朝日を浴びることが可能ならば、それが曇り空や雨空を見る。 より良い方法となる。目の安全性を調査したレビューでは、健康な人では安全で、光線過敏では、黄斑変性が起きた一例があり、交換受精や目の異常がある場合の調査が必要だが、理論的には近畿はない。双極性障害の鬱病エピソードでの、双病エピソードへの転換は、偽薬での頻度に近い。睡眠医療の専門医である、小池茂文は、体内時計。 外実リズムの安定には、住まい、生活習慣が大切であると提唱している。例えば、目覚まし時計などの音で起きるのではなく、タイマー式電動シャッター、タイマー式電動カーテンと名付け、自然光による目覚めを提唱している。近年は、都心部のマンションなどでは、朝起きて地下道と直結し、オフィスで勤務してしまう、一切太陽光と帰離した生活をしてしまうことも、 少なくなく体内時計が狂い、睡眠障害や鬱病などを発生しやすい傾向がある。朝起きて速やかに高照度、つまり朝日を浴びることは望ましいが、単純に朝日を浴びるだけでなく、食事をとり、排便をし体全体をしっかり目覚めさせることが重要であり、自然光は曇りや雨でも体を覚醒させるには十分な力があることから、住まいの中で、 最も朝食の時間帯に明るい場所を朝食時のダイニングとすることを提唱している。また単に睡眠時間を得ることを重要視するのではなく、質の良い睡眠を間取り構成で得る努力も大切であるとしている。例えばエアコンの室外機の位置、トイレの排水音、ドアの音など生活音からベッド配置を考慮することも大切であるとし、こういった住まいをサーカディアンハウス。 ハウスサーカディアンとして提唱している。ありがとうございます。